使用紙の一使用紙は中華人民共和国四川省中部に位置する地球史市。使用紙は四川盆地の中部の丘陵地帯に属し、丘陵地が9割を占め、残りは低い山や川沿いの平地。地域の海抜はほとんど300メートルから550メートルの間に収まる。丘陵地のほとんどは高地となっているが、森林が地域の3分の1を覆い。 超高上流の重要な生態保護林に指定されている。多高本流が東南方向へ流れるほか、多高と高の支流が丘陵地から多数流れ、地形を侵食している。地域の西部には、四川盆地を北東から南西に貫く流線山脈が走り、市内の最高地点である長松寺付近は1059メートルに達する。西には、省と聖都市が、 東には直轄市、重慶市が隣接し、その他ない講師に接する。守備の地名は、全館の武帝の地勢に遡る。中央集権化を進めていた伊達元六年、この地に、使用権が置かれた。市水の北に、県庁があったことから守備の名がついた。2005年には、中心市街地の岩港区の建設現場から、五管に作られた、青銅製の馬と馬車が出土した。 高さ8 1トル、長さ2 0 5センチメートル、幅1 2 5トルの馬車は、保存状態が良く、中国国内を驚かせた。元は、内合区、その後内郷市に属したが、1995年に、使用権が研究士としての使用士に改変、内合市から分離され、四川省直轄市となった。さらに1998年には、 国務院の批准によりない講師の管轄範囲から、現在の4県市が使用地区となり、2000年7月6日には、地区が廃止されて使用市となり、旧使用市は眼光区となった。出身者には中華人民共和国原水の賃金がいる。1市かつ区、2県を管轄下に置く。使用地区使用市農業、漁業、畜産業が盛んで、 ヤギや豚の飼育及び漁獲工では、四川省でも有数。レモン栽培に近年は力を入れる。また工業では、生徒と重慶の間にある地の利を生かして盛んに投資が行われ、GDP も急成長している。観光資源も多く、市内には、安楽石穀や半月山など、断崖に掘られた巨大な仏像が多数残る。生徒と重慶の2大都市を結ぶ幹線が市域を、 通り駅やインターチェンジがあり、交通は非常に便利。ありがとうございます。